物見山は埼玉県東松山市にある山である。標高135メートル。山陸一帯を物見山公園として東松山市が都市公園として整備し公開している。約4万本の筒じの名所として有名なこの山は、ふもとから山頂付近までなだらかな斜面になっている。山頂付近を高阪駅付近から鳩山ニュータウンに抜ける。 埼玉県道二百十二号岩戸の観音南と森線が直線で通過しているため山というよりは丘という感じであるが岩戸の丘陵の最東端に位置しながら最高峰ということもあり標高の低さの割に見晴らしが良いのが名前の由来である周辺は物見山公園となっており山頂には展望台が存在するがかつてはほとんど木のなかったこの山も 現在では、周りの木の高さが伸びてしまっているため、あまり見晴らしは良くない。なお、物見山公園内には、埼玉県平和資料館があり、こちらに約40メートルの展望塔があるほか、大東文化大学付近の県道から見える、関東平野の夜景は、とても綺麗である。いから、高阪から、小越に向かう街道の途中に、位置していたこともあり、山頂付近にはかつて峠の茶屋だった。 食事亭、日の出家がある。そばには、坂道33カ所の10番札所である、岩戸の観音があり、物見山から尾根沿いに、笛吹峠を通って9番札所である時光寺に、至るまでの道は、巡礼街道と呼ばれていた。周辺には、埼玉県平和資料館、岩戸の観音、埼玉県子供動物自然公園、東松山市民の森、地球観測センターなどがあり、 高落スポットとなっている。山頂へは、東武東上線、高坂駅西口からバスで10分ほど。このバス路線は、本数が多く、かつて県道の山頂付近に S 字カーブがあり事故多発地点であったが、2002年に改良された。なお、麓付近に、物見み山登山口というバス停が存在するが、登山道は存在しない。これは、 鳩山ニュータウン行きのバス路線が開業する前まであった当時の岩戸の山行きのバス路線で物見山に行く際にはこのバス停で降りて県道212号岩戸の観音南と森線を歩く必要があったためでその頃の名残である東松山市都市計画の概要観光レジャー情報ありがとうございます